94式 37mm 速射砲。94式 37mm 砲。94式 37mm 砲は、昭和9年に大日本帝国陸軍が開発、採用した対戦車砲、速射砲。94式 37mm 速射砲。九四式十七ミリ速射砲とも呼ばれるが正式名称ではない。開発当初から発達しつつある。 装甲戦闘車両への対処に手腕が置かれており、帝国陸軍初の本格的な対戦車砲として、日中戦争、シナ事変のモンハン事件、太平洋戦争、大東亜戦争で用された。本砲道場以前の 37mm 急火砲としては、不標砲である、狙撃砲や11年式兵舎不標砲が存在した。後者は、フランスの標、mm、に、 提供され、1920年代初期に開発、採用された、口径 37mm の不評法であり、直射による、機関銃陣地、銃座撲滅を目的としていた。11年式弊社不評法は、方針長、口径長28口径で初速4 5 0メートル毎秒と、比較的方針が短いため初速も遅かったが、本法の使用する12年式榴弾は、 当時の走行車両に対し十分な威力を持っていた。また、1931年、昭和6年12月に、イラゴ試験場にて、原生風評価機の戦車、延体、鉄上網など各種目標に対する効力試験を実施したが、試験では、教師された、ルノーコ型戦車に対し 13mm 規砲の、更新実砲は元より 37mm 以上の、 火砲の鉄鋼弾や榴弾、さらには不評法のような低所属の火砲ですら効力を有することが認められた。一方で、日本成功所製の後半、ニセコ後半に対する浸透理試験によって、教師戦車の装甲板は新型のものに比べて著しく劣っていることが認識され、将来出現する新型戦車に対して十分な効力を持つ対戦車砲鉄鋼弾の 研究促進を要するとの判決を得た。また1932年、昭和7年11月にはルノーオツ型戦車及び89、式系戦車の装甲板の各種丸に対する、効力試験を実施した結果、より新型の戦車に対しては7 7ト、mm、ルや1 3ト、mm、ル等の昇降計画機の鉄鋼弾や弊社不標法の12年式榴弾では、それほど効力を期待できないことが判明した。 これらを経て、陸軍では、装甲版の研究を進めるとともにより大きな弾外効力を持つ加工及び弾丸の開発を進めた。以上のような経緯から、陸軍は戦車をはじめとする機械化兵器に対抗するための第一戦兵器の必要性を認識し、対戦車砲の開発を決定した。1933年、 昭和八年六月三十日の軍事審議会議決を経て、同年九月十四日の陸密第四百五十六号により、新たに研究方針が追加され、これに基づく新型野戦兵舎速者法の審査が開始された。研究方針として、次のような点が示された。七月に設計に着手し、整備の救助に対応するために短期間で作業を進めた結果同年十二月には、 初度竣工試験を実施するに至った。試験では機能は、おおむね良好で、初速も、初毛の値に達すると認められたが、ミサオ法を容易にするために閉鎖機並びに照準機に改良を加える、必要性が指摘された。これに基づく改修を加えて、翌1934年、昭和9年2月の修正機能試験では、機能高単性は十分であり実用試験に供する。 ことが決定された。小集正を加えた後、同月末には、略車表編纂のための弾道性試験を実施した、結果弾道性も、おおむね良好であり、放角部も多数弾の発射に耐える、ことが確認された。3月には、前年10月から設計を開始していた本、砲弾役者が竣工した。これを受けて、同年4から5月にかけて、 本法と大薬者を陸軍副評学校に委託して実用試験を実施した。その結果本法の機能、弾道性は良好であり、対戦者法として実用に値すると認められるが、脱が後の運動性を高めるために重量をより軽減し、かつ陣地における目標をできる限り小さくするために、若干の修正が必要であるとの判決を得た。これを受けて6月に、 各部機能に修正を加えたものの施策に着手し、9月の竣工試験では良好な成績を収めた。9月から翌1935年、昭和10年1月にかけて、再度陸軍不評学校で実用試験を行な、結果、方向精度の向上を要するが、第一戦対戦車用兵器として実用に値するとの判決を得た。これと、並行して百三十四年十二月から、 国万党騎士権への教師を行った。以上をもって、本法は野戦における対戦車用兵器として実用に値すると認められ、1935年3月29日に仮正式が上申された。なお、日本軍では、慣習的に対戦車法を速射法と呼んでいたため、本法は94式 37mm 速射法と呼ばれることもあるが、正式名称は、 単に94式 37mm 砲であり、速射砲の単語は含まない。本砲は、第一線で運用する野戦対戦車砲として設計されており、約 700m 毎秒の高所速をもって、距離 1000m で 20mm の走行を貫徹し、車内に破片効力を及ぼすことが可能である。また高速で移動する目標に対し直接射撃を実施するために、 大きな方向社会を有する。本法の方針は単肉時金方針であり、全長千七百六点五ミリメートルで約四十六口径空線は深さメートルで計画六度の十二乗である。高い発射速度を実現するために閉鎖機は半自動式を採用している。閉鎖機は試作段階で垂直式や右開き式などが試されたが、最終的には、 右側砲手に対応するために左開き式として正式化された。砲列放射重量は3 2 7ラムで馬1頭により牽引されるが戦場では砲手3名により人力で牽引することも可能である。また必要に応じて重量1 0 0ラム以下の部品に分解し4頭の馬に打載して輸送するか人力で運搬した。車輪は鋼鉄製で 木星車輪のように乾燥時に感激が発生することはない。射撃時は必要に応じて左車輪を広げることが可能であるが、これは方向車階を大きくした再二方の左側に位置する砲手の操作性が低下しないための工夫であった。棒立ては特殊構成で厚さは 4mm である。照準器は自家転式単眼鏡で倍率は2.5倍。 接岸部に干渉用のゴム管を有する。小巡線の応戦両端及び、縦線下部は、太線となっており、白骨れ明治など中央十字線の目視が困難な場合に、小巡の助とすることが可能である。本法弾薬者である94式 37mm 砲、弾薬者の車台は一層の横両と四つの横ただしで、枠型に構成され、両中央部に、 車軸宅板を有する。両右前端は上方向に屈折して長い竿質を形成し、一層の長い竿を取り付けて使用する。左方長い竿質下部には膝を釣り針を有する。車体内部は境板をつで仕切られた三つの部屋からなり、中央部には弾薬箱八箱と属品箱二箱を収容する。前後の二室は栄作や土等の属品類を収容する。なお、 車輪は砲と同一のものを使用する。弾薬箱はカバン型で中央より二つに分かれ、蝶津外で接続される。各箱は六発の砲弾を収容し、弾薬箱全体で12発の砲弾を運搬した。本砲を、機兵用として使用するための94式 37mm 砲、運搬車の開発は、昭和9年6月20日部案をもって開始された。 同年7月に設計に着手し、同年10月に試作車が完成した。翌年2月から陸軍機兵学校で実用試験を行い、実用に値すると認められて、翌年4月2日に仮正式が上進された。運搬の際は後車二砲を積載し、砲弾を運搬する前車をつけた上で馬二頭に寄引された。前車の空重量は3 4 5ラム。 全備重量は5 0 0ラムで、砲弾96発を収容することが可能であった。校舎の空重量は3 7 6 2ラム、宝石採時の全備重量は7 3 0ラムで、ある。車輪径は1 2 0トル、鉄管距離は1 5メートルとなっていた。なお緊急時には砲を運搬車に積載したまま、発砲することも可能であった。 本法及び弾薬者4本に対する装備品の運搬のために開発されたものが94、式 37mm 法予備品車である。本社の車体は基本的に弾薬車と同一であり、境板を有さず長い座を焚くか及び、車輪タくかを装着したに過ぎない。積載品は属品箱、予備品箱、油脂箱等である。これらはいずれも二重をつけて弾薬箱と同様に背負う。 ことが可能であった。本社の重量は空虚重量 140kg、全備重量 360kg である。車両所限は、全長3 3メートル全幅1 2メートル鉄管、距離1メートル車輪中継9 0センチメートル本社は1935年10月に、名古屋陸軍造兵賞に発注し、翌1936年、 昭和11年2月に試作車が完成した。その後審査を経て、同年5月4日に仮正式が上進された。運搬車の正式化に伴い、同じく機兵用の弾薬運搬車として開発された、ものが94式 37mm 砲機兵用弾薬車である。本車は前車と後車からなり、馬二頭により牽引することで運搬車と同一の、 運動性を有するものとした。前者は運搬車のものと同一であるが、弾薬箱のみ積載する。後車車体内部は3列4段に区分され、弾薬箱12箱を積載した。前者の空重量は 293kg、前備重量は 510kg、後車の空重量は 320kg、前備重量は 590kg である。砲弾は、前者百八発、 後者144発の合わせて252発を輸送することが可能であった。本社は、本社は1935年10月に名古屋陸軍造兵賞に発注し、翌年2月に試作車が完成した。その後弾薬車と共に、騎兵学校に審査を委託した結果実用に値すると認められて、同年9月30日に仮正式が上申された。 また機械牽引によって、本法を高速で運搬するために開発されたものが94式 37mm 砲機動運搬車である。本社に対する要求は、全部重量1トン、最大速度 45km 毎時であり、1936年9月に設計を開始した。資製品は、名古屋陸軍造兵所厚田製造所で製作され、1937年、 昭和12年4月に竣工式の運行試験を実施した。試験成績に基づく修正を加えた施政者は、同年7月に運行試験及び陸軍府評学校での実用試験を行い、一部の改修により実用に値するとの判決を得た。また、同年度の北満陶器試験に4両を教師し、実用に値するとの評価を受けた。本社は1938年、 昭和13年8月20日に仮正式が上進された。本社は全社を介さず直接牽引車と接続し、全社に搭載される。装備品は牽引車に積むものとした。全備重量は 836kg、全長は 3.87m、最高地上高は 1.49m である。牽引車両には牽引車もしくは自動化車を用い、 最高検引速度は 45km 毎時である。また緊急時には検引車から切り離し、中隙を打ち込んで静天気を禁定することで、運搬車上から射撃することが可能であった。94式 37mm 砲は、不評連隊の速射砲中隊に4門ずつ配備された。速射砲中隊の編成は4個分隊、戦砲隊とショからなり、 本法一門で一個分隊を編成することになる。分隊は、分隊長、砲手、砲手予備、装填手、伝令、弾薬手、5名及び配車やできなかった際に、荒井艦、砲空を洗浄するための棒で薬莢を抜き出す係の合計11名からなる。砲列を敷く場合、分隊間の距離は約100メートルで、分隊の後方300メートルに、小隊本部、 二個分隊を管轄、さらにその300メートル後方に中隊本部が設置される。中隊本部と小隊本部は優先電話で結ばれるが、小隊本部と各分隊との間は電令を走らせて連絡を取ることになる。この布陣はあくまで一般的なものであり、地形や状況によってその都度指揮官が判断することになる。本法の打裁には15年式バングを使用する。 本法を打載する場合の区分は次のようなものであった。第1号馬は、方針1、単根1、長江沢4、合わせてダバグ 37.33kg、か強一か 3.17kg、馬量 2.6kg があり、1号馬全体で 130.6kg を運搬する。第2号馬は、方が1のみ、合わせてダバグ 37.33kg、 火強拓火 3.17kg、馬量 2.6kg があり、2号馬全体で 136.5kg を運搬する。第3号馬は、揺らかい地、車輪に合わせてダバグ 37.33kg、火強拓火 7.07kg、馬量 2.6kg があり、3号馬全体で 138.0kg を運搬する。第4号馬は法、ほう、100に、 続品箱に、棒を縦1、合わせてダバ打箱37.33キログラム、か強宅か11.67キログラム、馬量2.6キログラムがあり、4号場全体で139.8キログラムを運搬する。弾薬場は、弾薬箱4、量化物地に、合わせてダバ打箱31.775キログラム、か強宅か5.725キログラム、馬量2.6キログラムがあり、 弾薬場全体で1 3 1 7ラムを運搬する。以上が標準的な打い区分であった。また打剤用の弾薬箱として30発を収容可能な木製弾薬箱も正式化された。本弾薬箱は空重量1 3ラム、全備重量4 9ラムで茶褐色に塗装されていた。常述のように本法は、 不評と行動を共にできることを条件に一種の不評法としての考え方で配備された。BR なお、装甲の厚い、大きな戦車に対しては、砲兵の榴弾射撃によって、その爆発効力で無限機動装置、または砲塔を吹き飛ばそうという思想であった。本法は、主任務である対戦車射撃用の鉄鋼弾、及び副任務である難目標射撃用の榴弾を使用する。 鉄鋼弾は1931年8月に、原生弊社不評法及び開発中の姿勢 37mm 機関法用弾薬として、研究開始された。同年12月には、イラゴ試験場で、第1号弾の試験が実施されたが、試験弾は強度が不足し、低深部付近で折れるものがあった。そこでこの部分の肉圧を増した第2号弾の試験が1932年5月に、 イラゴ試験場で実施されたが、多摩対抗力は依然として不足していた。そこで1933年6月に94式 37mm 砲の研究が開始されると本砲用の弾薬として、設計を改め、合わせて、新艦も従来の弊社不標砲用の12年式新艦から94式小野辺断定新艦に変更した。同年10月に、 イラゴ試験場で実施された第3号弾の試験では、弾対抗力は概ね十分と認められたが、弾頭の作薬量不足により貫徹後の破壊力が不十分であるとされた。1934年2月には第4号弾の試験を実施し、浸透る能力、炸裂威力、作薬安全性は概ね十分であったが、貫徹能力を向上するために弾量を減少することとした。 そこで弾尾を強作した第五砲弾の試験が同年5月に実施され、審査の結果実用に適するものと認められた。本砲弾は94式鉄砲弾として正式化され、装甲板に対する貫鉄能力は 350m で 30mm、あり即 575m 毎秒、800m で 25mm、同 420m 毎秒。 1000メートルで20ミリメートル、同380メートル毎秒である。また弾頭内に作薬を有し、貫徹後に、車内で炸裂して、乗員の殺傷及び、機器の破壊を行うのに適していた。一式鉄鋼弾の場合、第一種防弾鋼板に対する貫徹能力は1000メートルで25ミリメートル、方向前、距離不明、至近距離と思われるでは50ミリメートルであった。 また九百四十二年五月の資料によれば、本砲は、姿勢鉄鋼弾である弾丸庫、第一種平成単型鉄鋼弾、一式鉄鋼弾に、相当を使用した場合、以下の装甲板を貫通するとしている。本砲を露革したアメリカ急陸軍省の九百四十五年八月の情報資料によれば、垂直装甲に対して、射距離レイヤード、レイメートルで二点一インチ、 約五十三ミリメートル、射距離二百五十ヤード、約二二百十八点六メートルで一点九インチ、約四十八ミリメートル、射距離五百ヤード、約四百五十七点二メートルで一点七インチ、約四十三ミリメートルを貫通するとしている。榴弾は九百三十三年十二月に、イラゴ試験場で第一号弾の試験を実施し、弾丸機能及び弾道性は、 概ね良好であったが弾量がやや軽いと指摘された。そこで弾量を 650g に増加した第2号弾の試験が、イラゴ試験場で1934年4月に実施され、さらに同年6月には相馬ヶ原演習場でも試験を実施した。その結果弾丸機能並びに弾道性は良好であり、実用に適すると認められた。 本砲弾は94式榴弾として正式化され、着弾時の効力半径は約7メートルである。薬頭は鉄鋼弾と同一である。平時の訓練などに用いる演習弾、大用弾としては94式鉄鋼弾大用弾、94式榴弾大用弾が正式化された。鉄鋼弾大用弾は、鉄鋼弾開発完了後の1934年6月に、 設計に着手し、同年8月の試験で実用性を認められた。弾頭には策略及び進化を許さないために、遠距離の弾着観測は困難であった。榴弾大洋弾は1933年12月に第1回試験を実施、その後榴弾の設計変更に伴い修正を加えた、砲弾の試験が翌1934年8月に実施されて、実用性を認められた。 こちらは、作薬として、黒色小粒薬25グラムを有するために断着時に、白色爆炎を発するため断着観測が容易であった。以上の4種の砲弾及び空砲は1935年7月1日に仮製式が上進された。本砲は 37mm 級の対戦車砲としては、比較的早い時期に開発されていたことや、 陸軍の運用環境と法重量に対する要求、また想定する脅威の違いにもよるが、他国の同級対戦車砲と比較すると薬量が少ない砲弾を使用するために所属がやや低い。また当時の日本の薬金技術の低さゆえに、弾頭強度が低くて高弾の貫鉄能力で劣っているとの指摘があるが、資源上の制約から有料な金属を使えないことも影響していた。 試作したタングステン構成の構成能弾頭による実験では、距離200メートルで第一種防弾鋼板53ミリメートルを貫徹することが可能であった。そして気象金属の制約から弾頭の強度が低かった要因に加えて、90式5センチメートル7戦車砲と97式5センチメートル7戦車砲の92式手降弾や、 94式 37mm 戦車砲と本砲の94式鉄鋼弾、94式 30mm 戦車砲の94式鉄鋼弾の弾頭と同一など、これらに主に使用された鉄鋼弾の場合は、弾柄を薄くし、内部に比較的大量の策略を有する鉄鋼榴弾 AP、APAG であり、厚い装甲板に対しては構造的な強度不足が生じていたことが、 原因として挙げられる。とはいえ、これらも、正式制定当時の想定的、目標に対しては十分な貫通性能を持っていた。後に開発された一式鉄鋼弾では、貫鉄力改善のために弾柄が厚くなっている。諸外国の例として、アメリカの M337mm 砲の鉄鋼弾、AP である APM74 ショットは、砲弾の中心まで、無垢の更新であり、 構造的な強度上では、砲弾の中心に作薬がある5センチメートル7、戦車砲の92鉄鋼弾や94式37ミリメートル砲の94式鉄鋼弾のような鉄鋼榴弾、a p h e よりも有利であることがわかる。なお鉄鋼弾の威力強化のために、薬莢の容積を増やした新型砲弾の研究も実施されていたものの、 角の軽量化のために砲尾の強度が不足しており、新型砲弾の試験の際に脱げ底、砲が外れことが発生し、試験員が死亡するという事故も発生した。その後、所用の改良を加えて1941年、昭和16年に砲尾を強化した一式 37mm 砲が作られている。百三十八年三月四日には、本砲用の榴弾として、 満州事変で押収された砲弾が13式榴弾として純正式化された。装薬量は異なるものの、薬莢については94式鉄砲弾のものと同じものを使用した。初速は613メートル毎秒。着弾時の効力半径は94式榴弾と同じく7メートルであった。1937年10月にイラゴ試験場で各種試験を実施した結果、 九十四式三十七ミリメートル砲での運用において実用上の問題はない、止められた。太平洋戦争末期には、すでに第一戦対戦車火砲としての効力を失っていた、本砲を再活用する目的で、外装、多弾の開発が進められた。多弾とは、先交流弾成形作薬弾の一区名称であり、日独軍事技術交流によって1 9 4二年、 昭和17年5月にドイツから日本に持ち込まれた技術である。本砲用多弾は貫徹能力に必要な砲弾系を確保するために外装式とし、直径は 80mm で 100mm の装甲板を貫徹した。砲弾は有力式で全長は2型で 456mm、3型で 465mm であった。 終戦時点では未だに整備途上であり、戦力化はされていなかった。94式 37mm 砲が初めて大規模な対戦車戦闘を行ったのは1939年のノモンハン事件である。同戦闘では、ソ連赤軍の BT-5 や BT-7、T-26 等の戦車を相手に噴戦し、多くの車両を撃破もしくは格座、行動不能させた。 ソ連崩壊後に公開された当時のソ連側資料では戦車及び装甲車の損失原因の75から80%が日本軍の対戦車砲射撃によるものであると知る。しかし数に勝る敵によって撃破された本砲毛具、また停戦後の9月19日時点で55門の路角が確認されている。太平洋戦争勃発後は南方に送られて各戦線で使用された。 戦争初期、南方作戦のマレー作戦では、連合軍の装甲車用は、ユニバーサルキャリアやランチェスター装甲車等の装甲車で、あり、ランイン作戦では、ビッカース・カーデンドイド系戦車やマーモン・ハリントン系戦車、各種装甲車が中心であったために、本邦は相応の働きを見せている。一方で、フィリピン作戦やビルマ作戦において、 M3 系戦車に遭遇した際にはその走行に苦戦を強いられることもあった。一例として、ビルマ作戦中、ラングルン北東のペグーにおいてイギリス第7機候旅団、第2連隊所属の M3 系戦車が、インド第19師団と共に南下する日本軍第55師団からペグーを防衛する任務についていた。これに対して1942年3月5日に、 第15軍直属の独立部隊、第11独立即射砲中隊が戦闘を行ったものの直前に M3 系戦車と砲火を交えて全滅した戦車、第2連隊所属の95式系戦車中隊、中隊長及び第1小隊3両と同様にその走行に苦戦することとなった。 戦争中期以降の南方における当初防衛戦では、本砲のような直射火砲は砲爆撃や、敵の反撃から身を守るための工夫を迫られた。マキンの戦いでは、オープントップ式の対戦車砲陣地が出現した。これはマニスナを詰めた二重の丸太の壁で囲われた四角形の一角に射撃口を有する、コンクリート、ベトン製の張り出しおけ。 反対側の角は砲の搬入のために解放されていた。さらに、戦争末期には、コンクリートと散歩岩からなる堅牢な特化点、統治下が作られるようになった。このタイプは、天井も覆われており、速報2法の搬入口を有していた。戦争中後期には、後継の一式軌道 47mm 砲が配備されるようになったが、本法も威力不足ながら、 使用は終戦まで継続されていた。一例として1945年、昭和20年2月21日に、北ビルマのイラワジカ班のシングルにおいて、不評台119連隊に所属する、機動砲小隊がたった一門の本砲で、M3 中戦車を相手に噴戦し、弾薬切れとなり、直後に砲が破壊されるまで小量を格座させる戦果を、挙げている。本部隊は本来は、 一式軌道 47mm 砲を装備する隊で、あったが爆撃でそれを失い、代わりに94式 37mm 砲を受領していた。本砲では、距離 80m からの側面を狙った射撃でも、走行を貫通できないため、連続着弾の衝撃で内部を損傷させて、行動不能に追い込んでいる。また、パラワの戦いにおいては、 本法及び95式系戦車によって、米海兵隊の M4 中戦車を撃破した可能性の、ある事例が存在する。米軍側の記録では、米海兵隊第1戦車大隊 C 中隊第3小隊所属の、両名、チャーリーは 47mm 対戦車砲による、撃破となっているが、タラワ防衛を担当していた日本海軍の第3特別根拠地帯に、 配備されていたのは95式軽戦車及び94式 37mm 砲であり、一式銅 47mm 砲の配備は確認されていない。本砲の派生型としては、以下の下砲がある。本砲は、以下の類似下砲と混同されがちであり、かかる誤解からデータの改ざんや性能の推測困難性が主張されることもある。以下の下砲は、名称や規模、 運用時期が近いものの本法とは別系統で開発された家法であり注意が必要である。以上の多種が同時期に共存しており非常に間違いやすいので注意が必要である。選手関係の書籍の記載も誤りの場合が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。